いいなおさだは、江戸時代中期の大名。大海彦根神殿藩初大藩主、後大海彦根藩第九代及び、第十一代藩主。第四代藩主、いいただしの十四男。母は、平井氏。創生が多い自家今の息子のうちでは最も、長命であった。聖徳三年に、十五位した、稲葉守を助任され、彦根神殿藩一万国を分治された。 しかし、教法19年、イボ兄、直井の養成により、養子となり、新田藩を本家に還付し、翌教法20年に直井の隠居と共に正式に、彦根藩を継いだ。質素倹約を胸とし、創社番を務めていたことから率先して、規律を守り実践していた。江戸城中でも握り飯の弁当を持参していた。兄たちに似て病弱であったため隠居を決めたが、 実施なお方がまだ養弱であり、法暦4年6月19日に、おいで、兄、直井のこの自家を養子として継がせたが、彦根に下ろうとしたところ、自家が急性し、竹からの養子は、幕府より許可が下りず、やむなく、病心を押して、同年8月29日に最近となった。再び法暦5年、自家の弟、直行を養子として隠居、法暦10年に死去した。 去年六十一、法名は天正因伝大山帝国大古寺。意外は彦根の清涼寺に葬られた。酔った家臣を望遠鏡で見つけ、そばに行った家臣にも見せたが、誰もが告げ口を避けるために酔った家臣の名を明かさず、景色を褒めるばかりであった。ただ一人だけ、得意げに酔った家臣の名前を報告した者がいたが、なおさだは、後で、 世の傍らに置く人材ではないなと不快を示した。自身の立心出世のために同僚を売るような行為をいやしんだとされる。ありがとうございます。